日報チャンネル。始まりました。はい、今日はですね、今年最後のラクラククッキングなんですが、今年最後ではない、集まる機会が多いですよね。今年最後ではないです。もう1日あります。ホワイトワールドオゼ岩倉ね、やってまいりました。このホワイトワールド全開なラーメンセットでございます。あ、ね、唐揚げマヨネーズ。まあ今日はそれほど寒くはなかったんですけど、なんだろうね、俺ラーメンあんまり食べないんですけど、普段ラーメン無性に食べたくなるんですよね。豚骨とかね、ほんとあんま好きじゃないんですけど、でもね、やっぱね、豚骨とかでもね食べたくなるんですよ。ちょっとね、カツオの効いたね、食べたくなるのが、残念ながらカツオの効いた豚骨ではないんですけども、でもやっぱシンプルなね、こういう味噌ラーメンとかも僕好きですね。やっぱ寒いラーメンといえば味噌ラーメン、これですね。でラーメンセットなんで、唐揚げとご飯がついて、1200円だったっけな。ね、マヨネーズつけ放題です。マヨネーズつけ放題、唐辛子かけ放題でございます。でドレッシングもかけ放題でございます。はい、でね、僕ソースが好きなんですよね。ソース、一番好きな食べ物何ですかって言われたらね、0.5 秒でソースって答えますね。私それぐらいソースが好きです。はい、でこうやってね持ち運んで席に着くわけでございますけども、これやっぱホワイトワールドならではですね。この椅子ございます、半分スタンディングな椅子ですね。これ椅子っていうのはどういう椅子が一番理想的か皆さんご存知ですか。椅子の一番理想的な形って皆さんご存知ですか。私はね知ってるんですよ。椅子の一番理想的な形、椅子の一番理想的な形っていうのは、楽に座れて楽に立てる椅子、これが一番理想的な椅子なんですよね。まあよくソファーとかこうふかふかとかね、硬さとかね、ちょっと硬いのが好きとか、沈むぐらい柔らかいのが好きとかあると思うんですけども、ちょっと深い方がいいとかね、ちょっと浅めがいいとかね、こう背もたれが立ってた方がいい、寝てた方がいい、いろいろあると思うんですけども、ね、椅子の高さはこれぐらいがいいとかね、いろいろあると思うんですけど、実は椅子の一番理想的な形って楽に座れて楽に立てる、これが一番理想的な椅子なんですよ。はい、500円。でね、まあお味の方はね、まあ美味しかったですね。まあ麺がどうしてもホワイトワールドっていうこともあって、ごくごく一般的なね、汎用性の高い麺なんですけどもね、どこにでもあるね、まあ麺なんですけど、でもね、味噌ラーメンの味噌はねいい感じでしたね。なんかちゃんとした味噌ラーメンですね。どっかの粉末をお湯で溶かしたようなね味噌ラーメンあるな、インスタントみたいな味のね味噌ラーメンあるんですけど、そういうのではなかったですね。で具がね、ちゃんともやしとかきくらげとかねちゃんと入ってね、美味しかったですね。はい、でまあこちらです、はい、こちらです。ロコモコ丼です。ロコモコ丼ですね。まあロコモコ丼はまあ1200円の割にはちょっとなって感じでしたね。同じ1200円だったら、2万%こちらのラーメンセットがおすすめでございます。ホワイトワールド大勢岩倉でした。皆様どうもご視聴、あ、そんなわけないね、そんなわけないですよね。まあとりあえずね、この温まるお食事のシーンからね、いかがでしょうかね。この温まるお食事のシーンから飛ばしましょうかね。このダイナミックにこの麺をズルズルっとすすってる、いいですか、これリプレイしますか。リプレイ大事にしてる。でも好き嫌い分かれんすよね。この感じですね。こう好きよ、大事にしてる。ラーメン好き嫌い分かれんすよね。この感じですね。もう一回ちょっと好きよ、はい、大事にしてる。でも好き嫌い分かれんすよね。はい、ちょっとちゃんとね熱いんで
ちょっとで飯をね行く麺行って飯行くみたいなね。もう一回見てみましょうか、今の飯の場面、飯の場面もう一回見てみましょうか。ダイナミックに放り込みましたね今。いかにもご覧ください。どうですかこれ。ダイナ唐揚げマヨネーズ、やっぱね定食屋さんっていう、マヨネーズには唐揚げですよやっぱりマヨネーズにはやっぱ唐揚げですね。唐揚げとマヨネーズ1対1の割合でいきますから。これね、フランス料理でもこうあるんですよね、こういった食べ方が。お肉に牛肉ですね、ステーキにマヨネーズのようなね温かいバターで作ったマヨネーズっていうのがあるんですけど、ね、それをつけて食べるっていうのがフランス料理にあるんですけども、もう信じられないと思いますよね。お肉にマヨネーズかけて食べるんですよ。よくよく考えたら唐揚げにマヨネーズ食べてる。皆さん唐揚げにマヨネーズとか言うと、うわなんかデブの象徴みたいなこうあると思うんですけども、実はですねフランス料理にもねそういったこう食べ方っていうか、もう そもそもフランス料理にそういうのがあるんですよね。ステーキにバターで、しかもバターですよ、バターで作ったマヨネーズみたいなのをこうつけてベアルネーズソースっていうんですけどね。もうね、フランス人にこう一人一人聞いて、最後の晩餐みたいなことを聞くじゃないですか、何食べたいですかみたいなね、結構ね多いんですよ。ベアルネーズ、ステーキにベアルネーズかけて食べたいっていう、それぐらいね人気の食べ方なんですよね。でもやっぱりはその脂質、脂肪分がやっぱ多い食べ物なので、普段からはやっぱ警戒して食べないようにしてるんですけど、やっぱでも美味しいのやっぱみんな知ってるんですよね。唐揚げにマヨネーズと一緒で、揚げ物にタルタルソースみたいなもんですよね。揚げ物にタルタルソース、もう油で揚げたものに油で作ったソースをつけて食べるみたいなね、やっぱそういうフランス料理にもあるんですよ。それでねやっぱ敬遠するんですけど、食べたい、美味しくて食べたいんだけどな、やっぱ油が多いから体にちょっとなっていうので敬遠してるんですけど、やっぱ最後に死ぬ前に食べるとしたらやっぱお腹いっぱい、もうもう肉に油、ベアルネーズソースをつけて食べたいって結構そうやってフランス人の人はね言いますね、はい。でね、こうやってまあ高速で飯を食っていくわけですけど、高速でね、これ早いですね食べるの。あ、ちょっと今の場面ちょっといいですか、今の場面見なくて。まあこんな感じでね食べていくわけです。もういいですねさすがに。でスープね、これスープ全部飲み切っちゃうとやっぱちょっと塩分が高いんで、私は残させていただきます。これね残すのどうなんだってこうお話ね、ラーメン屋に失礼だなんてね、こう最後までスープまで飲みきれなんてねこう言われますかね。無理しないでね、私もね料理作る側の人間ですけども、無理せず食べていただいて、ね、残していただいて結構でございます、うん、はい、残していただいてごちそうさまですね。いろんなものに感謝しながらね、はい、やっとホワイトワールドでございます、全開でございます。ホワイトワールド、これねコース幅の一番コース幅の広いファミリーゲレンデですね。あ、ファミリーバーンですね。300メートルぐらいありますねこれ。そうです、横幅300メートルぐらいあるんじゃないですか、これ測ったことないですけど、公式記録を見たわけじゃないんですけど、私のこう見た目測でございますけども、300キロじゃない、300メートルコース幅、まあまあねフルちょっかりできるぐらいのね、まあ、程よい斜面でね、まあでもねやっぱファミリーバーンってことでね、滑り慣れてない方やね子供などもねキャッキャ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 遊んでますので、気をつけながら滑ね、コース広いですのでこう避けながらねコース目いっぱい使っていただいて、避けながらねコースを端から端までね楽しむ人もいますのでね、そういった方をねこうなんか嫌がらせとかしないようにね、こう譲り合いながらねダイナミックにホワイトワールドしていただいていいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでホワイトワールド、はい、大勢岩倉でした。ご視聴ありがとうございました。